皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1987年公開の、危険なジョージ。現代、フェイタルアトラクション。監督はエイドリアン・ライン。脚本はジェームズ・ディ・アーデン。主な出演は、マイケル・ダグラス、グレン・クローズ、アン・アーチャー、など。弁護士のダンは、妻子の留守中に仕事で知り合った女性アレックスと一夜の遊びのつもりで浮気を楽しんだ。だが彼女は遊びを超えた強い感情に支配されてダンを執拗に追いかけ始め、やがてそれは殺意を伴うものに変わっていく。というストーリー。まだストーカーという言葉が世に浸透していない時代に、不倫相手の付きまといがエスカレートしていく恐ろしさを描いた、ストーカーものの先駆け的な作品。過激な内容がチープにならないのは、上手にまとめられた脚本とキャストの演技力に尽きる。特にグレン・クローズの変貌ぶりがとにかく怖い。また、巧みなカメラワークによる緊迫感の演出は上質なホラー映画のようで、精神的にもじりじりとくる。ということで、評価は。Thumbs up.